皆さんどうもこんにちは、うずきのむです。今回は、人力でアニメーション、モーションさせたい人におすすめの、リグの含み方っていうのを今回紹介していこうかなと思います。まあ実際に、僕なりに、いろいろとこの、ボーンですね。ボーンをいろいろと模索してた結果、結構動きやすく、できたんじゃないかなということで、一旦紹介していこうかなと思います。それでは実際にやっていこうと思います。ブレンダーの、編集というところを押していただいて、そこのプリファレンスから、アドオンで、この、チェックが入っているリギングって書いてあるところのリジフィーっていうんですかね。リジフィーっていうのかわからないんですけど、そっち側の方、一応チェック入れてください。こっちがチェック入れた後に、プリファレンスを保存をしてください。そうすると、設定が保存されて、こっちの方に、ブレンダーの方に反映されるので、まずそこまでやってください。次に、シフト A キーで、アーマチュアから、ここに、こんなヒューマンって、メタリグっていうのが追加されたと思います。で、こちら、押していただくと、こういうふうに、ボーンが出てきます。元々もボーンを組むのめんどくさいよーって人とかは、こっち使った方がだいぶ楽になるんじゃないかなと思います。自分で一から、体のボーン、組み立ててもいいですし。そこら辺は、個人の好みにお任せしようかなと思います。で、一回出せたら、次に、モデリングタブ行っていただいて、このボーン、必要なボーンだけにしてください。どこ削っても、大丈夫なので、自分が必要だと思う、最低限のボーン数にしてください。僕は、一応この、顔の表情部分とかいらなかったので、こちら削除していきます。こんな感じですね。で、一応ここまでできたら、次に、ボーンの、この、和辺向きがおかしかったりするので、そこ直していきます。おかしいのではないかもしれないんですが、一応、自分の好みに合わせて、ボーン、編集していきます。今回は、一部、MMD の方の、ボーン構造をちょっと真似ている部分もあるので、こんな感じにしようかなと思います。で、ボーンの編集ができたら、次に、こっちの方に素体モデルがあるのですが、こっちのモデルに合わせた、ボーンの配置をしてください。どういうことかと言いますと、こっちじゃ、大きな変化だと、手の変化ですね。手の角度がちょっと違うのがわかると思います。これは素体に合わせて、作ったので、こういう風な手になったんですけども、素体に合わせて、ちょっと、棒を、変化させてください。それか、素体側を、ちょっと、モデリング調整して、この棒に合わせるでもいいと思います。どちらかして、この棒とモデル一体化させてくれれば、
まあいいです。で、それができたら、まあ次に、ウェイトを塗っていくのですが、まあ今回そこは省こうかなと思います。まあウェイトの塗り方などは、過去に動画上げてるので、まあそっち参照してみてください。まあ概要欄にリンク貼っておく予定です。で、まあこっからが本題なんですが、こっから、まあ IK と呼ばれるものは仕込んでいきます。まあ、IK とは何かと言いますと、まあ、インバースキネマティックというもので、例えばこういうふうに、ボーンを出します。まあ、出します。ボーンを出した後に、まあ、このボーンが、まあ、コントローラーみたいな感じで、動いてくれます。まあ、実際に、どういう風に動くかと言いますと、まあ、ここに IK というものを仕込んでいて、動かすと、はい、こういう風に、この棒を一つ動かすだけで、可動域、自然な感じに動いてくれるっていう、まあ、こういうシステムになります。まあ、IK、いろんな使い方があるのですが、まあ、今回は、こういう風に、まあ、可動域、自然な、まあ、自然な感じに動くっていうのを目的として、まあ、使っていこうかなと思います。で、まあ、やり方なんですが、でまあ、一回まあ、こういう風に合わせていただいて、で、横も、まあ、こんな感じで、まあ、調整してください。まあ、ここ、結構調整しないと、まあ、モデル、ちょっと動いて、まあ、ボーン、間がちょっと動いて、まあ、形変わったりしてしまう時があるので、まあ、そこら辺、やってみればわかると思います。まあ、ここ微調整してあげないと、ちょっとモデルが動いて、まあ、微妙な、まあ、ちょっとだけなんですけど、まあ、モデルが動いて変、形が変形しちゃうよっていうこと、ちょっと覚えてくれればなと思います。で、そしたらなんですが、まあ、ここに、IK の元となる、まあ、操作ボーンを配置したので、今度は、まあ、IK をつける方ですね。つける方を選択してもらって、ポーズモードに移行します。で、ポーズモード移行したら、こちら、ボーンコンストレイトというものを追加していきます。まあ、なんかモディファイヤーみたいな感じであるんですけども、でこちらの、まあ、トラッキングっていうところに、インバースキネマティックスっていうのがあるので、こちら選択してください。で、そしたら、まあ、ここに、ターゲットとポールターゲットっていうのがあるんですけども、まあ、こちらのターゲット、から、先ほど作った部分を選択してください。まあ、選択するときに、ターゲットの一番最初には、こう、オブジェクトが出てくるので、こっちには部分はありません。まあ、こっちには、その大まかなリグか、オブジェクトしかないので、例えば、まあ、こっちの部分を選択したいよってときには、こっちの部分の、まあ、大まかなリグですね。アーマチュア。のオブジェクトを選択した後、あと、ボーンで、まあ、追加した、ボーンを、まあ、こっちに入れるって感じです。で、ちょっとこっち名前つけるの忘れてたので、名前つけていきます。まあ、まあ、足 ik.l でも、まあ、こうしときましょう。で、まあ、この、先ほどのところに、足 IK っていうのを探してもらって、まあ、つけると。今、まあ、こんな感じですね。多分、
こっちの、画面見ていただければわかるのですが、ちょっと、動いたと思います。まあ、これが、さっき言ったその、まあ、微妙なズレが起きるっていう現象です。で、そしたら、まあ、動かしてみると、多分、こう変な感じになると思います。まあ、この辺当たり前なんですけども、まあ、こうならないために、次に、まあ、このチェーンの数っていうのは、まあ、チェーンの長さですね、っていうのがあるので、こっちをまあ2にしておきます。まあ、1にすると、まあ、こっち、選択している、この、ま、IK つけている、この部分しか動きません。まあ、こんな感じで自由自在に動く感じです。で、ここの長さを2にすると、まあ、どうなるかと言いますと、はい、こんな感じになります。まあ、こんな感じですね。で、あとは、まあ、ここら辺は、まあ、モデルを精巧に作りたいだとか、あとちょっと人体の、ま、可動域、まあ、つけたいよって人に、まあ、つけてほしいものなんですが、各関節に、ま、回転制限というものを入れるといいと思います。で、まあ、反対も同じようにやりますと。で、次に、こっちの胴体ですね。胴体は、まあ、一回編集モード戻って、まあ、ちょっとここ、長さ調整したら、まあ、ここに、シフト A キーで、まあ、ボーンを持ってきます。今回、まあ、まあ、こっち側にちょっと傾けていただいて、で、名前は、まあ、胴体 IK としておきます。まあ、そしたら、こっちの、胴体 IK なんですが、まあ、首元、に配置していこうかなと思います。まあ、首、ここら辺なので、まあ、こうですね。ここら辺にこう配置しておこうと思います。まあ、こっちが胴体 IK で、こっちを選択しながらポーズモード。したら、さっきと同じように IK で胴体 IK を選択。ただ動くっちゃ動くんですけれども、まあちょっと動きは変になるので、まあこういう場合はこっちのチェーン数をまあ1にして、で、編集モードに戻ってもらって、こっちの、まあ、この、操作ボーンを増やしていきます。まあ、ここ3つ動かせればいいので、こういう風につけておきます。まあ、3つ、こんな感じで。で、まあ、ここからどうするかと言いますと、まあ、先ほどみたいに、IK を、まあ、つけて、いくんですが、こっちの、棒の名前、まあ、胴体 IK なので、こっち、まあ、胴体 IK を補助する、ものになっているので、一応まあ、
補助動態 IK というふうに名前つけておいて、で、次に下が補助動態 IK2 っていうふうにつけておきます。まあ、こんな感じで名前つけたら、またポーズモード戻って、で、またインバースキネマティックスつけていきます。まあ、こんな感じですね。で、そうすると、多分各頂点でこういう風に動くと思います。で、まあここまでできたら、次にやることといえば、まあこれそれぞれの棒を、まあ三つあるので、三つ。まあ、連動して動くように設定したいので、こちら、ボーン2つに、まあ、ボーンコンストリートで、まあ、1コピーですね。1コピーを選択してください。まあ、どっちも1コピー。で、まあ、ターゲットは、こっちの、ま、補助ボーン、補助動態IKの方なんですが、こちらは、ま、さっき、動態IKの方に。で、こっちの下は、補助動態IKに、つなげていきます。まあ、こうした方が、無難っていうのが、あるので、大きいので、一応こういう風にしておきます。で、まあ、影響は 0.5 と。で、まあ、こっちの面も一応 0.5 にしておきます。まあそうすると、まあこう位置に合わせて、こういうふうに補助してくれるので、割かし、まあ使い勝手がいいんじゃないかなと思います。こんな感じで。なので、まあ、可動域、こういうふうにやってあげたとき、まあおかしくなったら、こっち側のちょっと、棒も動かせるので、こうちょっと動かすと。まあ微調整が効いたりするので、やってみてください。で、さらに、まあこれに、次回転ですね。回転コピーも、付け加えると、まあ、こっちは 0.5 で、まあ、こっちも同じく 0.5 にしていきます。はい、まあ、こういうふうに、設定すると、まあ、こう動くだけじゃなくて、まあ、こっち方向にも、まあ、こういう風に動くので、ちょっとつけるところ間違えましたね。一応このままでよくて、こっちですね。こっちの、回転コピー。
こっちの回転コピーの方で、まあ、一番上が胴体相手。で、つなげると、まあ、こう動くので、まあ、二番目のところには、回転コピーで、まあ、補助胴体相手。で、一番下が、また補助胴体相手につけます。まあ、これだけで、はい。ちょっとわかりにくいと思うので、まあ、こっちの方のモデルでちょっとやってみようと思います。まあ、どういう風になるかと言いますと、こっち側、まあ、一個動かすだけで、はい。こんな感じで、こう、体がねじれてるのがわかると思います。まあ、もっと大げさに動かすとちょっと怖いので、まあ、これだけにしておきますが、まあ、体がこう、ねじれて、動く様子が、ま、見て取れると思います。ま、背骨は、これぐらいで、ま、完成ですかね。たったこの一個の頂点を動かすだけで、ま、こういう風に可動域作れ、結構自然な動きができちゃうので、ま、僕はこれをおすすめにしてます。で、ま、次、は、頭、やりたいのですが、まあ、今回は、ここまでにしておこうかなと思います。まあ、ちょっと尺の問題上、長くなったっていうのもあるので、まあ、一応今回ここまでにしておこうかなと思います。まあ、次回は、この頭の動き、もう、と、あと、この腕の動きですね。次回は頭の動きというよりも、この腕の動きがとにかく重要になってくるので、こっちをメインで、まあ、紹介していこうかなと思います。まあ、それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。